オゾマトリはアメリカ合衆国ロサンゼルスを拠点に活動する音楽バンド。1995年結成。バンド名はアステカの舞踏の神に由来。ラテンアメリカ音楽界でジャムセッションをライブで行うスタイルを特徴としている。年間に数多くのライブをこなし、幾多のゲディラ公演を含めライブを中心とした活動を精力的に行っている。 多国籍都市 LA を象徴するように日系人を含め様々な人種のメンバーで構成されておりラテン音楽をベースにジャズ、ファンク、ロック、ヒップホップなどのジャンルを融合し生み出されるパーティー要素の高いミクスチャー音楽を奏でる。さらには中近東北アフリカのイスラム文化圏の音楽にもアプローチするなどボーダーレスなワールドミュージックのエッセンスを広く 追求している。サードアルバム、ストリートサインズは、ラテングラミー賞と、本家グラミー賞を、ダブル受賞、さらに収録曲の、サタデーナイトが、iPod の CM 曲にタイアップされたこともあり、世界的に注目を集めた。一方で、ドリューバリーモア主演の映画、25年目のキスでは、ライブハウスバンドとして、丸ごと一曲出演したことも、話題となった。 また、フォースアルバム収録のラガリーナは NHK 教育の語学番組テレビでスペイン語の冒頭テーマソングに使用された2000年のフジロックで初来日それ以降も何度か来日しており日本でも根強い人気を獲得している2004年に出演したフジロックでは深夜の飲食エリアにて突如ゲリラライブを観光しその場に合わせた 一般客を巻き込んで即興のマーチングパレードを繰り広げたラウルパンチェコチャリツナ。ありがとうございます。